バルニー、スカサ、ラジオ屋さん、ごっこー、はいはいはい、はい、友達でありリスナーでもある三人と、えー、さっきまで旅行に行ってましたバルニーです。えっとテラスハウスに応募したスカピオンだよ。イやったな。 やっとだよついにやりよったなついにねあのね実はね、うんうん、リマインダーっていうアプリあるじゃんはいはい iPhone に、うん、1>, 1年ぐらい前からえテラ寺派に応募するっていうリマインダーつけてたもん <laughs> うっそ <laughs> 信じられんやっと1年越しに応募したんだ、うん、これって年中応募 募集してるわけじゃないんだよねそうそうそういや年中年中だから年<中>受かる受かる確率クソ低いんだよ正直言ってえずーっと募集かけてていい人がいれば入るかもみたいなうんだって応募してる人数千人いる人絶対まあいるよね相乗りでさえさ結構い,いっただろうしねそう倍率絶対低いからだからだからツイッターであれやってんだよあのはいはいはい<え>拡散希望で そうか、客観基盤で高さをペラハで見て見てみたい見てみたい人にツイートお願いしますみたいな。<laughs> これなんかさ、あれとできればよかったのにね。この間のバ, <laughs> バズったツイートと絡められればよかったのにね。ああ、ね、あれいまだになんかタグとか来ててすごい面倒く。あ、伸びてるんだ。ちょっとねううと。え。めっちゃおもろい。しかもこれについてる温泉の写真が本当にいい。 だよね、僕も何の写真つけようかなと思ったらの写真あ温泉だと思って名作だよねこれねもう名作あれ<ー>あれ本当 iPhone8 買ってよかったって思ったよね <laughs> 最高傑作よこれはねあの、うん、ポトレードモード黒,黒部ダムに近い温泉、ね、ああ黒部ダムああそっち行ったので<う>あれだよねもうこっそり持ち込んだよねこれね もちろんもちろん。まあ、誰もいなかったから<ー>簡単だったけど。わーオわーお。ワー <Wow. S 1> <Wow. Wow. S 2> え、に旅行どこ行ったの旅行は、えっ、ー、と、岐阜の鹿島っていうところに行った。どこ行ったの岐阜県。名古屋からちょっと行ったところかな。名古屋の方。何がで、これは、えっ、ー、と、リスナーの、あの、お手紙、お便りくれた、あの、ジャニオタさんラジオネームジャニオタさんが住んでるところなの <laughs> もともとクラスメートなのでーなーそれで住んでるとこに行こうみたいな感じになって、まあ、ちょいとなんかそこでおいおい撮影したいなって思っててロケ班みたいな感じで数人で行ってきたみんなそんな付き合ってくれるんだねそうあでも私中心のやつじゃなくてなんか私にまあ曲作ってよってお願いされたような形なんだけど。 じゃんそうそうでまあみんなあの映像担当の子とか何やらいろいろ、まあ、ただただ旅行でついてきたいっていう子もいるそうじゃんそうそう,そうでなんかまあい3人で行って向こうでラジャニオタさんと会って止めてもらってみたいなえでみんなラジオ聞いてくれてるのそう全員聞いてくれてるのそれでえ全員なんて言ってるリーコと僕のことえリーコと僕のことなんか言ってたかな <laughs> いやでも興味ないのいや,いや興味あるあるでもなんて言うんだろうなふとした時に あのー、あそれつーちゃんが言ってスス大好き付き合いたいとかないのいや言ってない言ってない言った言って一言も誰も言ってなかったなあの<そ>、まあ、ふとした時にあそれつーちゃんが言ってたやつでしょみたいな感じで普通に言ってくるからその 2>, へ<ー> 2, 人2人のね個人情報がすごいね私の友達にこう漏れてんだなっていうのがあでもそれわかる僕もリスナーさんとご飯する時なんか 不思議だよね。この普通の会話すぎて僕らのポッドキャストが、なんか、あこそうは。あ、そっか、配信されてたんだみたいな感じ、お忘れるよね。えなん、なんで知ってんのみたいな。え、知ってっけってなっちゃうんだよね。マジそれ、マジそれ。そう、びっくりするよ、ね。マジ、同じ、マジ現象。で、<う>あ、そうだ、今日、リーコ、お休みだね。あ、リーコ、お休みですね。ドライブらしいす。そうそう。いや、ちょうど、あの、 ちゃんと聞いてくれてる人は覚えてると思うんだけどそのキャンセルされるのが10分前とかだったから毎週毎週とかキャンセルする時 <laughs> だから普通に、ね、そうそうアンチブ作ろうってなってで今回もうなんかあちょっとこれきなんかドライブ行ってくるから遅めみたいに言ってくれてであこれ危ないなって思ったから、うん、じゃああの <laughs> なるべく早く教えてって言ったら。 なんと10分から40分にあの <laughs> 前になってちょっとあのちょっとは伸びたんだけどもうちょっと早めに行ってほしいよね。あだってだってドライブだったら今どこにいるかね場所はまあ把握できるはずじゃん。ね、まあリークが,がもう車で爆睡したとかあったらまだある求めるみたいな。 かわい,さ求めるいやなんかその「うわやべえ高速道路で爆睡」みたいな「うわもう40分もうあと40分や」<れ>みたいになったらいいかもまあきっとね僕はねあのポジティブに考えて <laughs> あの私たちが味方と考えててあのりーこは甘えてるのかなと思って <laughs>、うん、あ <laughs> あ,てと思ってす,あすごく そんなこと考,考えるんだ味方味方かだからああつかちゃんつーちゃんとバルニーは分かってくれてるだろう私のことと思って甘えてるのかなとえっ結構クソ人間じゃない結構 <laughs> <laughs> でもそれだったら僕人間あのそうやって言われたら許せるかもあもう親しい証拠だなみたいなことだよねポジティブそう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 そ,うそう そうそう。でもそれですって言ってない、うん、言われてないから、あの、むかつくなきゃけ、うん、今のところ <laughs> <laughs> つまりアンチブってことじゃん。ーリーコアンチブじゃん。ま、まあ、ちょっと、まあ、なんか、もうちょっと未来予知みたいのをしてほしいなとは思うね。<laughs> <laughs> まあでも、多分,多分 単純なる悪口じゃん。でも、あれだよね、たぶんリンコは可能だったら参加したいっていう気持ちがあって、たぶんこの直前になってるんだと思うよね。ああ、それもいいこと言うね。うんだと思うよ。いいとうね、まとめそ、ね。そう願いましょう。リンコちゃん、あの大好きだよあの。でも、もうちょっと早く <laughs> 教えてもらえれば助かるなっていう。大好きだよ。よし、えっと、ね、お便りね。 届いてんだだよねねそうつちゃんと話を進める前にその第13回だっけ僕ら。第13回。2>, 2人でやったやつ。そう,ね,そうだね、うちら13回ね、やったね。あれ、つまんなすぎたから、もうちょっとテンション上げていこうと、えー、<日>なんかね、<の>眠さが出ちゃってた、現れてた。いや、なんかだるそうだったもん。な,、うん、なんなんあれだ。なんかだらしないよね、なんかすごい話。お互い、お互いなんか。ね。なんかね、まあ。 でも今日は大丈夫だね。割と元気。いや今日はもっと元気。だってあんな回ね、配信したらそれはちょっと反省するわ。そう。恥、恥、もうなんか編集してて。なにこれ山梨じゃん。落ちなし。山梨落ちなし。かよ、みたいな。もっと今日はね、頑張ろうね。うん、今日はしっかりやりますね。じゃあお便り、お便り読むはい、読みましょう。はい。じゃあチキン姫さんから。チキン姫さん先に。 チキン姫あラジュネームチキン姫、こんにちは。インスタグラム、インスタグラム、アットフォックスコーかおり、イラストレーター、フォックスコさん、うんうん、さんのストーリーを見て面白,いそうだ面白そうだなと思い、皆様のラジオを聞き始めました。ありがとうございます。ありがとうございます。私も家から出ないで、出ないでネットでいろんな情報を集めるのが好き大好きな都内で働く OL3 年目です。わら。お,お三方のテンポのいい、ちょっと歪んでる すごくスカッとするラジオをいつも本当に楽しく聞かせていただいています。嬉しい。ストレス化社会ですが、えっと、ラジオさんごっこを聞いて、私も一緒に話してる感じが,感じがして、日々のストレスが発散できてます。わらわら。えっと、ご参加方に質問ですが、皆様の好きな YouTuber がいたら教えていただきたいですこちら。これからも配信楽しみにしてます。ですって、チキン姫さん。あ,ありがとうございます。ありがたいね。嬉しい。あの お便り最近ちょ,ちょっと増えたっていうかゼロ通から2通ぐらいになって嬉しいよね<そう> <laughs> 嬉しいよしかも好き姫さんって全く知らない人やんもうほぼそうなんか OL さんに聞いてほしい気持ちはすごく強い正直言って、うん、<laughs> あの、o、OL のオフィスの恋人みたいな感じになりたいってことねそうのいや僕あのなんつうのかな日本 大好きじゃん。でも日本住んだことないから、うん、そういったなんかもう、うん、超メインストリーム超普通を日本の普通なところが好きなのあーはい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 関心があるよね。日本,日本の普通のスタンダードがどういうものなのかスタンダードそうで OL ってもう,もうごく普通の頂点じゃんまあそうだね職業の女性の職業で何が一番普通かって言ったら OL のねのそうでだからなんかでも OL ってなんかいろんな悩みがあるじゃん すごいなんか別にそういった何ステレオタイプにはまりたいわけじゃないけど普通のステレオタイプ考えるとなんか結婚とか男見つけるとか子供とか合コンとかの中いろいろある中、うん、そのこのチキン姫さんの生活では時々ラジオ屋さんごっこが入ってるってことを考えると。 ゾクゾクね、確かに超いいね言われてみれば嬉しいなんかメインストリームの仲間入りしたような気持ちってことそう,そう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 。そうだよねどうするなんか近い将来あの六本木ヒリズヒリズで歩いてるオイルさんがみんなね ラジオ屋さんごっこ聞いて <laughs> 今はラジオを聞くのがスタンダードみたいなのがさ、なんか、JJ とかキャンキャンに乗るみたいな感じうわー、うん、それ、<laughs> いやー、それ、夢だよね、なんか。夢でしょ一周回ってラジ,ラジオみたいな特集が組まれるの。<う> <laughs> なんか僕、日時帰国で大戸屋,屋で食ってたら、隣のオイルが、雪、うん、ね、ラジオ屋さんごっこ聞いてるみたいの言ったら、もう、夢だよね。<laughs> 自分がさちょっと自分に気づかれてなくてその自分の話されてる状況ってすっごい憧れるよねうわーでも、うん、ツイッターでやるやんちょっとだっけあツイッターであそれねそれはでもさエゴさされるってさ分かっててやってるかなーってちょっと思うよね <laughs> まあねそれはあるけどまあでもちょっとそれがツイッター上でもあって僕すごく嬉しいのあ本当んうどつそうだ なんか、リプしてる人とかにもさ、うん、ファボルもんねツーちゃんって僕だけだよちゃんと一人一人にありがとうございますみたいない <laughs> いやいや、時々やってるよ時々 <laughs> でもファボリツイートはさしてもらってる<ジ>、うん、カスタマーサービスだよ僕。マジで <laughs> カスタマーサポート <laughs> ラジオエさんごっくんカスタマーサポートだツーちゃんいやー ラジオ屋さんごっこのメモのやつになんかラジオ屋さんごっこの、うん、うちらのラジオのあり方みたいなメモを追加して、うん、まだ未完成だからちゃんとそうちゃんと3人で相談したいんだけど今2つルールがあって1つ目は基本的に性格やや悪めにしゃべるみたいな。まあね僕らのいいとこだと思うの。ね、アイデンティティィであるし まあ、うん、僕らそう言った人たちだし、でそれが売りだしみたいな、それはいいだ求められている、うん、そうまあちょっとエッジ聞いてて、でも二個目がもう超単純で、はいうん、ファンを大切にする、うん、アイドルかよ、これ重要っす、<laughs> いや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 言わせねえぞ、こんなしょうもないラジオ聞いてくれてるだけでどんだけ感謝するべきか。うん ままちゃんとあの責任持てよ分かったちょっと待って <laughs> すごいねなんかスーちゃんがそんな当たり前のなんつうのなんて言うんだろうパフュームとかがさ言ってることじゃんそういうのってファンの皆様がおるからじゃけー <laughs> みたいないやでもそんなことスーちゃんが言うと思わないからびっくりしちゃったいやでもさ分かんないパフュームぐらいでかくなったら嘘っぽく聞こえるけど僕ら始めた時、うん、ガチで多くて9人とか言ってたじゃん あそうだね8人とか9人聞いてたかなそう本当ほんとに思っててそうそれ本当に思って言ってたら普通に最低でも30人は聞いてんのね、うん、あそうだよねリリースしたらまっすぐ30人ぐらいになってあっ、ね、そうだねあとあと50人ぐらいに増えてるみたいな感じ今はすごいじゃん すごい、ね、感謝の気持ちを持たないと。確かに、確かに。うれしすぎる。<laughs> 超嬉しいんだけど。ありがとうございます、ね。<laughs> はい、ありがとうございます。チキン姫さんそうで、ちょうどタイミング悪かったんだよね、これ。あの、ああ、そう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 。前回、私とリーコ、<う>前々回か、私とリーコの2人会で YouTuber の話しちゃったんだよね、<laughs> ちょうど。で、それの後にチキン姫さんがお便りをくれたっていう感じ。どうすんこれ。 えでもリ、リーコは好きな YouTuber、そうじゃないリーコは好きな YouTuber 発表して、私は見てない見たことがないって言ったんで、ツーちゃんじゃない僕まず見るツーちゃんって YouTuber。いや見ないね。見ないけど。そうよ見ないよ。昨日、昨日見たの。<お> <laughs> いや、マジこれガチの話で <laughs>。マジフレッシュな情報。たまたま、うん、あのー、僕らの知り合いの吉本、あのー、NSC 東京。はい 東京の NSC 卒業した丸井瑠衣ちゃゃんん。いるじうん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 。ちなみに丸井るいちゃんは、えっと、芸歴1年目であの、吉本坂っていうのをあの今あの、出てるんであの、投票待ってるんで<ー>あの投票さ、投票してあげてください <laughs> そうでした投票してあげてください第4次選考とかや,やるんだよね第3か4年、ね、そうやってるよねでその子がその子の Twitter 昨日見ててたまたまうううんうん、うん。で、その 子がなんかユーチューバーの動画に出て出てますみたいなツイートがあってあその動画はなぜか飛ばして、うん、東大生もっちゃんっていう子もなんか出てたのその中にいろんな人が多いのね、その、出演してる中にその子がいてで、その子のチャンネルを見たチキン姫さんには申し訳ないけど、うん、好きとか好きじゃない そんななくてうんでも見ましたその子のなるほどなんだっけ東大生もっちゃんっていう YouTube があってなんだろうあのごめん面白くはないかも <laughs> でも <laughs> 謎が深まるよねな,なんでこんなしょうもない動画で何十万回生そう,そうなの 私も見たことある,あるわあったあるんだけどなんかうんこんなんで10問とかっていうのは正直思うかなだよねだなんか僕 YouTuber 目指したい寺派の夢が崩れたら<笑><笑>じゃあ寺派のあとちょっと YouTuber にいやかんでもさこの,子たこの子たちにできるんだったらできんじゃねって思わないいやマジそれう思うよね、まあ、でも一つ思うのがなんか やがっそうなのかなあまあそうだろうね<え>普通にさそのライブハウスに足しげく通ってライブ見て自分もバンド始めるみたいなノリってあるんじゃないかなね<え>なんかそういうそういう感じはするよね <laughs> なんかあんじゃオフ会とかさイベントとか YouTuber 集まるイベントとかそういうのに行ってて、ね、じ自分も YouTuber 目指してるんすよとかあんじゃない すごくその中に入りたい。だからちょっと昨日見始めてちょっと YouTuber 詳しくなりたくなった。おじゃあ今からのタスクなんだね、それが。<laughs> そうそうそう。へえ、でもつーちゃんインパクトあるしさ、いいんじゃないの ?YouTuber。向いてんじゃない向いてるかも。でも、うん、でも、アオイが言ってくれたのが、のリスナーさんの青いっピち,、うん、ちゃん。青ピちゃん、青ぴピち,ちゃん。ア青ピちゃん、青ぴピちゃん。ち うん、ツイッターのハンドルネームで。であおぴちゃんが言ってくれたのが何かつかさ YouTube でいいのかなとどっちかっていうと、えー、バインじゃねみたいな。へえーえー、それは短い動画の方が向いてるっていう感じじゃないなんかダンス系とか音楽系だやってるじゃんインスタだと僕。あそうだねそうだね。そうだね だから、僕のその YouTube のポテンシャルにしんをなんか信頼してないのかもしれない。なるほどね。でもあ、あれはすっごくよかった。豆腐ビーツさんの曲にさ、つーちゃんがさ、「t ってやつ。いいやめっちゃいい。い超好きあれ。あれマジでワンソングやろっかな、全部。え、やればてか、いろんなソングやれば、豆腐ビーツさんのアルバム1枚分とか全部やれば。ああ、それ超いいアイディアじゃん。 いいよねそのアルバムでその30秒ずつぐらい全部ダイジェストみたいなやろうえやってやってマジでよかったあれはいや僕あれよ,よってやった方が絶対ねええ変なテンションじゃないと絶対やらないのあれあもう、まあ、そうだよねシラフでできないかやんないかシラフだとちょっとなんかストレス溜まってる時とかあー分かるすごいファンキーになっちゃう時ってあるよねイライラよそうそうすごくんかゾーンに入る。 うん、すっごく分かる私会社のエレベーターでクソ踊んの起象。<laughs> 誰もいない時に「ヤッホー!」っつってっそれストーリー撮ってよえ、ロろコさんいつも思うんだけどいきなりガーッて開いてさ入ってきたらどうしようっていうんでさ、ま、それも入れんでそれも入れて動画に入ったらあもみんな面白いじゃんあーすみたいになってんのやるかあーすみたいなやる<ろ>か <laughs> ね、でもかなり踊ってる、そう、やる、<ー>やるわ、それ。イメージわかない。イライラするとね、変なゾーンに入っちゃうときあるよね。ある、超ある。まあ、じゃあチキン姫さん、これぐらいでいいかな、申し訳ないよねそ。そうだね、YouTuber にお答えできなかったね、全然。なんか、本当、ご遠慮なくもう一回送ってほしいよね。あの、うん、OL の、別のも送ってほしいそう、OL の悩みとか送ってほしいよね。<laughs> 今、興味あることとかなんか周りの人がハマってることとかも教えてほしいよね。OL ライフに。お待ちしております。お願いします。ありがとうございます。えっと、ラ,ラジオ屋さんごっこ .gmail.com ね。はい。ラジオ屋さんごっこ .radio ですね。GOKO。フォックスコさんにもありがとうだねあ。ありがとうございます。ストーリーで紹介してくださりました。f o クスコちゃんの。 ボイ,ロボイラールームにリツイートされておめでとうございます。おめでとうございます。すごすぎる。イラストレーター。あのイラスト普通にかわいいし。なんかクラブで踊ってる人が踊ってるやつだよね。人じゃないよあれ。ちゃんとした DJ で。ん ?DJ がい,やいてみんなあれでしょウェイ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 ってなってる。でも DJ はあの、リアル人物なのあれ。あ、あそうそう、その人に頼まれた仕事かな いや、違うと思う。勝手に描いてんだと思う。あ、じゃあ、ファンアートじゃん。みたいな感じかなわかんない。それは気になるね。<laughs> 超嬉しいだろう、ね。次、次、あの、バレに読んで、クソ長いんだけど。<laughs> 次で、ね、はーい。えー、ちょっと待ってください。これクソ、待っ、ま、ち,ょちょ待って、読む前に。クソ長くねこれ。ちゃんと読んでなかったわ。クソ長いよ、これ。え,えこれだよね。ファンレターとお便りのミックスです。 えー、バルニーさん劇団推しの春菜と申します。いつか <laughs> 春にーって名乗りたい。これ私読むのなんか、私読むのキモいな。まあいいや。<laughs> はい。私も自分の春菜という名前に疑問を覚えてきた一人です。ラジオ屋さんごっこ大好きです。T シャツもステッカーも100枚欲しい。公開収録もラジオ屋さんごっこフェスもオフ会も行きたすぎる。セブンルール屋さんごっこしたい。これ新しいなんか。 セブンルールー屋さんっていうのをなんか作っ, <laughs> 作ってくれました <laughs> 作っちゃった、ね、うん作っちゃったは,はるにーさんはる,はるなさんはいで、えー、言わずもがなバルニーさんのおしゃべりの中から次々と生み出されるパンチラインつーちゃんの平成1のひょうきんさ私の美人は変なキモいこと言わないという概念をぶち壊してくれたりーこさんかっこバルニーさんのインスタで顔を探してすみませんめちゃくちゃ元気をもらっています <laughs> <laughs> エンディングが流れ始めてからのバルニーさんの言葉もかっこよくて好きやっぱり自分でナンバーワン初めて聞いた時は普通に笑顔になったけど何度勇気と元気をもらったか飲みながら聞いたら泣いちゃうかもかもかも <laughs> <laughs> やってけないよこんなさまとめブログとかさ速,速報みたいなやつだけで生きてる人にそんなこと言われっぱなしじゃねえとかもかっこよすぎたなてんてんてん。 情緒不安の波に乗りまくった私の自己嫌悪な生活を送りまくり物思いにふけていい分際でもないのに物思いにふけてなんとなく時間をつぶして人生消費しちゃってる私のバルニーさんは一筋の光。 <laughs> <laughs> また心がゆ <laughs> が歪んでる OL かもしれないけど今私が知ってる誰よりもかっこよくて憧れの存在ラジオ始めてくれてれ続けてくれてありがとうございます今からラジオ屋さんごっこ知る人は一気に14回も聞けてうらやましいみんな遡っちゃうと思うこんなクソ長い前置きするつもりは本当はなくていい話題ないなって時みんなの恋愛遍歴とかどんな恋愛したい,とか,したいかとか内面外見のタイプを聞きたいです ちなみに私は超売れっ子女優だったらホリエモンとかにアタックしてるタイプだと思いますだから里美の気持ちは分かりがち現実では優しさと常識を持った変人が好きです皆さんみたいなクリエイティブさゼロだし語彙力もないから超乱文でごめんなさいでも初回だから伝えたかったです皆さんの説明力話の脈絡というか運び方にいつも知的さを感じていますまたお便りします読んでくれてありがとうございますはい 春さんでもうやばい。ありがたすぎる。<laughs> めっちゃ嬉しすぎる。嬉しなんかすごい不思議なんだけど、最初の方より最、前半より後半の方が好き。<laughs> あ,あのさ、響くよね、普通に後半の文章。後半の方がなんか、嬉しい。前半なんか、長いって思うしかない。<laughs> <laughs> いやいや、いいんだよ、これは。すごい、厚さ、厚さが伝わってくるんだけど、前半は。いや、こんな、こんな、すごくない いやすごいよなんか最後の一文がすごい嬉しくて皆さんの説明力とか私の,の運び方に知的さを感じてますっていうのがすっごく嬉しくてこれできてるかなってすごくさ課題というか不安な部分だったからいや<あ>僕らできてないんでバルニーができてんでだ,だからうちにパン行くんだよ,よこっちいや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 まああれだよ私が お茶の間なんだちょっと嫉妬であのギスギスするわ <laughs> ファンつかないみたいなつ <laughs> かさたほしいないみたいな <laughs> まだ出てきてないハンバルニーハンリーコみたいな、えー、なんかいろいろ一つ聞きたいんだけど一つ違ういろいろ聞きたいんだけど、うん、答える前にちょっとメールについて答えるについて、うんうん、つーちゃんの平成1のひょうきんさって何ていう意味 つ,ーちゃんがつまりこの平成さ今さ29年30年続くわけじゃんその平成30年間の中で生まれた人の中で一番ひょうきん一番ゆなんでのお茶,お茶目だって話表ひょうきんっていうのはなんかすごくおちゃらけたりこう自分をポップに見せるみたいな意味合いだと思うんだけど<ー>私は超,超褒め言葉じゃんめっちゃ褒められてるよ30年何人人生まれたと思ってんのだって <laughs> <laughs> そん中で一番ばんよ。いややめてやだあ<春>これさん使える使えるんじゃないこれキャッチコピーで。平成一のお調子者。平,平,平成一のお調子者つーちゃんですって。そう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 。使えるよこれ。すごい褒められてる。るわ他はなんかありますかあとさ、あったあったあった。ほら、OL。OL 来てんだよ、僕ら。 あ、OL 来てんのあれ、待って待って、ここ、待って待って、心が歪んでる OL ってこれ私のことだよ。あ、そうなのそういうことそう、そういうことそう,理解しそうそうそう、私の、私のツイッターのこの人何してる人なんだろうこの方は、これ言っていいか分かんないけど、あの、看護師って言った。言っちゃダメっしちじゃん。言うなよ言うなよ <laughs> だってう違う違う、なんか普通に言ってたんだよね、DM でなんか。おい まあいいやルールでファンを大切にするって言っちゃうでしょ待て待てこれダメかなファンのあれ, <laughs> あれに背いてるかないやでもでもまあいいじゃん。そんな個人情報出てないじゃん。まあまあ、いいや。看護師なんだ。看護師の春菜さんだよ。ああ、あの方あそうだよ。そうだよ。ああ、もう理解してなかった。あた多分多分多分あの方。うん、インスタでフォローし合ってる子だよね。あ、そうそうそう。インスタフォローしてくれた子。 あ、バルニーが大好きな子ね。そた、多分、そうそう、そうとしか思えない。じゃあなかった、じゃあこれさ、つうちゃんとリーコへの言葉、あれじゃん、もう。え、あれ、なんていうんだっけ。お世辞。優しさの、うん、お世辞じゃん。<laughs> 違うよ。いやれよ、お世辞。だっラジオさんごっこ超好きって言ってくれてるよ。<laughs> いや、でも、もう、僕メッセージしても、バルニーがみたいな。あ、そっか、つうちゃんも D. M. 送って。 やったんだやりあったいや何回かだって大切にするもんファンあそっかファンに送ってんねファンにお,お礼の文章送ってお礼の文章でもこれはお世辞じゃないよ心からの,感の気持ちですなるほどねうんーいやーなるほどえー、っとからのからのからのツッコミに入りますねうんホリエモンアタックスってやばくね <laughs> えライブドアの方ってエモンでしょ ライブドアそうだから<え>まあなんか代表じなんじゃないこういうさその IT 企業の先駆けみたいなさ存在として堀江モン出してんじゃないのえー、でも金目やってるじゃんじゃあだからそういうことなんじゃないの今さそ,の <laughs> そういうラッシュが来てんじゃん今おなんかさ有名女優がさ大体 IT 企業の人とさ付き合うっていうさラッシュが来てんじゃん、ね、今え石原さとみのこと<れ>さとみって石原さとみそうそう石原さとみのこと えー、石原さとみと堀江もんって付き合ってんのいや違う違う,違う石原さとみが誰だっけあれショールームじゃなかったかなあ違う IT 企業の社長と付き合ってんなそうそうそうこじはるも DMM の子会社の社長と付き合っててショールームの社長と石原さとみでっ、えー、とゾゾタウンとゴーリキが嫁だってみんなやっぱ金なんだなそうだから金なんだよ金とそのなんかその先見の目みたいなところに惚れるみたいな いやー、いや、でもね、僕が大好きなね、朝日奈央と、ノロカよと、ノロカよ好きなんだ <laughs>。好き<ー>。と、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 あの、あの子藤田ニコル、うん、違うと思う。<laughs> 信じてんだ。信じる。<laughs> 金じゃないって。<laughs> あ、そう、まあ、これちょうどいい。ち、うん、彼女たはちいい金を選ばないって。<laughs> タイプタイプの話でしょうん。 タイプの話なんだけど、その、<ー>ちょうど今、テラハの,のあれ書いてて、タイプは何ですかみたいな聞かれ、聞いて、聞かれるの。うん。テラハで書いたのは、外見は普通に、あの、ハーフがタイプですと。ハーフって書いた、普通に。ハーフの子。ハーフ。ハー、ハーフか、びっくりした。楽器かと思った、ハーフって。何言ってんだと思った <laughs>。ハーフね。あの、率直にハーフが。ま、混だって、まあ うんうん、そうあのまあの白人混血白人とアジア系の血が混ざった人が大好きで <laughs> まあハーフじゃなくてもいいんだけどだ、うん、そうコーターとかでもいいんだけどでもだからっつってそのハーフがみんな美人っていうわけでもないからまあまあそうだよね。でもまあ美人だとすごいタイプでだからしかし、うん、すごくオープン綺麗だと思える人だったらうん。 すごくオープンですって書いたよね <laughs> <あー>。<laughs> オープンになる。で、内面はすごくちゃんとした答えで、うんうん、あの、なんつうのかな本当に素,素で、素な人素で入れてる人あ,あ、つーちゃんのいつも言ってることとさ、同じじゃん、それ。隠してない人ってことでしょそう、隠してない人。僕も隠したないから。隠す人とかすごく なんでって思っちゃうんだ。ありがとう、分かってくれて。え、すごく伝わりやすい、それ。うん。マジで、やった。え、なんか今までと本当とつながってるね、今までの話と。へえ、嬉しい言ってくれてる。だからさ、リーコがさ、こそこそしてるとさ、なんで、なんでみたいな。マジそれ。なんで隠すのみたいな。隠し事超多いじゃんとか言ってさ、ちょっと攻め立てんじゃん。 あそうななんだなるほど、ね、そうそうでそのなんて言うのまあそれはもうちょっと外見にも、あのー、リンクがあってあ<ー>化粧とかは僕意味わかんないなるほどあの作りすぎない人がいいってそうあの性格も外見も作んなくていいとあなるほど自分の素材を生かしてる感じがいいまあそういう言い方もあるけど普通になんか自分自身でいいやんって思っちゃう。 あなるほどね人はそのわりいいよだから、うん、そうだからテレビでキャラを作りまくる世界の中で、うん、素を出してる人がすごく好きなの、うん、ああそういうあれもあるんだそういうジャッジもあるんだそうそうだからそうそうまさにそれでだからあのー、藤田ニコルとかでテレビ見てるともうなんか なんちゅうのもう超ナチュラルに喋ってるだけじゃんっていう感じがすごく強くてそういった意味であの藤田ニコル朝日奈央とかノロカヨとか、うん、すごく好きなの、うん、もうなんか<ー>自分を貫いてる感じ。ななるほどねんか私なんか統一性ないじゃんってむしろ思っててそ,そのメンツに。 だからなんでだろうなって思ってたけどえっと私がよくあんまりテレビ見ないっていうのもあるけど、まあ、その3人はもちろん知ってるけど全然知ってるけどその辺ンツみたいなギャルもいるし元アイドルもいるし体型も様々だし何だろうみたいない僕は中を見てんだよあれにそうだったんだ <laughs> 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 きっと心を見つめてんのねすーちゃんはそうそうちゃんとね<ー>そういった人はね好きだよ、ね、だから うん、なんか自信ない子とかそんな好きじゃないかもなるほどね自分を分かっててもう自然にいられるような人が好きだとそうそうそうへえいやつーちゃんがそれを言い切れるのもさマジでさなんつうか成熟してるというかさもうなんつうんだろうすげえわお自分をわ分かってて <laughs> そうかなでもそういった人と付き合ったことないからねな,なるほどね、まあ、今後はそうだったらいいなぐらいな感じだね いやー朝朝と付き合て朝日直超可愛いいて超やそういうことじゃなくてさあの <laughs> 現実にいる人と <laughs> 現実にいる人現実だともう一つ要素が関わるのは、うん、あのー、超くだらないけど、うん、普通にやってることリスペクトできる人、うん、あーそれはちょっとねあるね超単純だけどうううんうんうん、うん、できる人はすごくうん 付き合いたいよ、ね、うん、うん、まあ魅力的に見えるよねそりゃ作品もよければもより一層そうそう僕よりできる人と付き合いたいそうなのそこそう,そうなんだええー、で<僕>なんか男の人そういう思想あるの、あのー、みんな僕がちょっとああえ僕はあるよかんない男の人みんな僕特別だから<笑><笑>ちょい頼りなげな子が好きとかいうさ イメージあるけどねあ<ー>まあ分かんなそれはつじ<ー>はずっと海外に住んでるからだと思うけど割といやー僕は逆にそんな考えてなくて、ねうん、でも頼りに僕がサポートしする関係が多すぎて、うん、違うなって思った感じかなああもうもうそれはすんあの一応経験したからもうって話かそう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 ,そう,そういうことか なるほどねバルニはあのあれでしょあの<え>過去の回聞いてくれてる人はわかると思うけどあの,あの高いダウン起きてる人と、ね、高いダウンそうそうでしょ <laughs> あのそまあ、ま、それは一,一つの比喩としてあの <laughs> まあねこれ今日。 その今週の旅行でもちょっと話していたんだけど、まあ、なんてんだろう昔からモテてた人とかもともと顔がいい人とかってその努力をしないとかその自分をどうやってかっこよくしていこうどうやって目立っていこうっていうさその野心がないというかうんそのねなんかそのいろいろ,なめいろいろな面で努力を怠るような気がしているの私の経験則から。 だから何か,らなんかもリーコはさすごくもともとハンサムな人がすごく好きじゃんでも私一切それがなくてもともとハンサムの人は何かそういうことをサボって。 もともと人気だからハンサムだからあの何、ー、ていうかそういう能力値みたいのが不足してるんじゃないかっていう考えを持ってるのねえまとめたらブス戦でまとめれるんじゃないまあまあそういうことだねでだからちょっと不細工だけどでもおしゃれとかは絶対しててほしいし何ていうんだろうその知識を貯めたりとかクリエイティブなことをしたりとかその何か何かになろうとしてる何かうん活動しようとしてまあいけてるようになりたい自分はもともといけてないからっていうのが 見える人が好きかなラップじゃなくていいのあ、全然何でもいいんだよ、それって別に。<ー>別に、あのうう、仕事でもいいよ、<う>もちろん。仕事でもいいし。今んところそれだけ聞いたら、うん、かなり候補いるんじゃねえ、そうだよ。よだ,かだから、ほんとストライクゾーン広い、私。じゃあ、なんで Tinder でえ <laughs> いやでも最近いや、あれなんよ、なんかやっぱり同じ趣味の人、私がそのまあ多少そのオタク的な部分がありすぎて、同じような趣味の人とやっぱり会話が盛り上がるっていうのがあって、そういう人をと会うようにしている、まあ、Tinder もそうだし、現実もそう。えでも現、現実で会えるでしょ、そんな人、うん。会える会える、会えるけどさ、な,んか,なかなかね、ないですよで、本当にモテないのよ、本当にモテないの、現実でも。 現実でもっていうかまあ別に <laughs> あれやけど何 <laughs> て言うんだろうね何かやっぱり一人で楽しんでる人間に見えるんじゃない私がそれはよ,<ー>よく言われるすごくよく言われることああとね、うん、あとね、うん、じゃあもう一つわかんないけど、うん、好きを見せなさそうあえー、それも言われることあるね言われることある好き見せろやえー、でもやってるやってると思うようん取り組んでる好きに好きに取り組んでるよ <laughs> ちょっとやってもいいよみたいなししあの視線を見せなきゃ。ああ、ええー、取り組んでると思うけどなー。え、待って、じゃあ、どう取り組んでんのな何を、何をどう見せんのえ <laughs> <laughs> それは場面場面でしょ、場面場面。なんだろうな<え>分かんない。まあ、待ってじゃあ、単純にさ、単純にさ、単純にさ、えっと、うんうん、どこで止まるのご飯に誘われるとかもうないの ご飯に誘われ、そえそれってどどっちその現実の人人間そう現実の人間だけど全員あのネットじゃなくてノートの人どっちも<の>どっちもどっちもどっちもえもちろんそのオンラインオンラインはあのネットは誘われてご飯に行ってみたいなのあるけど最近はもうやってないで、ね、まずそのアプリアアププリリやってないアプリ開いてないのじゃあじゃあリア,ルはリアルはないのリアルはでもご飯に行 たりすることもあるよでもまあご飯に行くだけかなで何でそれはバにも別にもっと展開してもいいんだよねうんいい,いいいいと思う人もいるしうん最近はいないまずへえ<ー>でもそうだな,なんでうんそれすごく謎なの僕日本帰ったらえらいや帰るとしたらうんえ <laughs> ちょっと待って自分のさその手札自慢やめてくれる いいやいや違う違う僕の手札とかじゃなくて <laughs> うう文脈が日本っていろんな人いるやんあーそっかそっかそしかもバルニーってそのなんという引きこもってる人間じゃなく月、うん、1ぐらいの頻度で、D、DJ とかライブ行ってるやんうんやってるし行ったりもする確実にいるやんそういう人そうねーなんだろうねわかんないあのねライブで これもう回言ったけどライブで DJ セットの「ありがとう」の時に「うん、これから飲むんで喋りましょう」みたいな言うべきだってえ <laughs> ちょっと待ってよあでもまたそうだよねそれあれじゃん言ってたね第3回ぐらいの時につーちゃんそうそうそうそのなんかそ、ねそれ「携帯番号は?」みたいな無理だけど普通に「わ、うんまあ楽しんでいきましょう」みたいな「みんなと喋りたいです」みたいなぐらい軽く言えば それでハードル下げて、ね、で待つのバーカンーであそっかそっかバーカンでバーカンででもだしまあそういうとこ行ったら一応取り組んでるよ私はいろいろなまあ<ジ>男,の男の人と喋るようにしてるよしてるけどだからそれ以外で飲みに行くっていう風になかなかなんないのそういう場所以外で。<laughs> え待って、だってそこで出会って LINE 交換するじゃん。LINE なかなか交換しないよ、本当に SNS。だからあげろやあげろやどういうことだよ <laughs> 私があ教えるそうだよ。あ、そういうことうあまあまあまあ。あ待ってたらそは何も起こらないぜ。いや、でも取り組んでるんだって、だから、あのインスタとかは教えたりしてるよ。だから DM くださいってことなんだけど。え自分で送ればいい、ね、えー、でもさ、それも限度があるじゃん。1、1 2回くらい。 連続で送ったらキモくないあもちろんそれは連続で送れないけどそれは自分から1回目か 2, 回目,か2回目まで行けばいいのそ,それで展開したら展開まあそうねいやわかんないごめん攻めちゃってるけどいやなんかすごい謎なの <laughs> なんでなんだろうって思ってえ,えでも私できることはやってると思うよ まあでも基本、街の姿勢かもしれないけど、そそののまあそのめちゃくちゃ好きってなってる人いないから、そのガーって言ったりはしてないけど、まあ別にやる,やることはやってるよ。え、ラストタイムいつえ、待って、そんなこと言う <laughs> それ何 <laughs> それ、え、待って、声、何のラストタイムか聞いていいかな <laughs> え、それは一つしかないっしょ。うわ、まさか。うわー。<laughs> やめてくれ悪夢のような質問だ <laughs> <laughs> 悪夢じゃんこれいや謎だわちょっとしゃもうこれ以上しゃべっても別に、ね、着地点がないからやめるけどうんそうです,、ね、すだ,だからその超ストライクゾーン広いくせになんでいないのってことだよね言いたいのは <laughs> それもあるし普通にまるに全然いけるやん、うん、魅力的だって 褒めて魅力的だと思う。超褒めた。イエーイイエーイイエーイまあきっと、まあ一つ言えるのが、僕と似てるとこあるじゃん、その引きこもり的なとことか、自分の時間大切とか、それがネックなんじゃないの僕もそうだ。まあそれもそうだとも、それもそうだね。今でかいね、それだわ。とにかく うん、まあどんな人でも好きですって話まあでこのさお便りあるじゃんこの恋愛遍歴とかどんな恋愛したいか <laughs> 内面外面タイプってリーコもいる時にまたやりたいよねうん、うん、あ,あそうなんで追加でねリコね、うん、そう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 やりたいねリコねそうね僕らこれで答えたよね答えれたかな内面外面はいということではるなさんありがとうございました ありがとうございました。また送ってくださいうん、遠慮なく送ってください。えっと、お便りは、毎回なんかシーエムっぽくなるシーエムっぽくなっちゃうけど、ラジオ屋さんごっこ、<laughs> LADIO、YSNN、OK、GOKKO、うん、あとジ DML、本当にあの、うん、い,い何でもいいんで、送ってくださいね。何でも送ってください。つ <laughs> うちゃんのさ、発音が良すぎてさ、RRIR がさ、L に聞こえてね。あ,あ、すみません。 でさ D、D がさ、あ,あの、D が Z に聞こえるしさ。<laughs> D、D、R A。D ディックの D で。D ックの D で。OK です。はい。それにね。全部作りたいね。<laughs> いいわ。いらねえよ <laughs> いらない。いらないはい。えっ、ー、と、あれですね。Twitter に結構、ラジオ屋さんごっこでつぶやいてくれてる人がいて。 それをいくつか紹介したいなって思います。ねいやさっきも言ってたんだけどあの、別に人気なわけでもないけど、3人聞いてた時代あるやん、1回目とか2回目とか。うん、うんうんうん、うん、35人聞くと、なんかお便りもあるし、コメントもあるし、そうなんか、なんうのあの、大切に、ファンを大切にするはルールだけど、うん、それをどう。 どう処理するべきか何か今後考えなきゃ <laughs> そうねすごく嬉しい悲鳴だよねこれって、うん、こんななんか YouTube で続けるべきみたいな感じなところあるよね <laughs> えー、どういうこと顔出して YouTuber になるのみんなでいやなんか ラジオポッド、ポッドキャストはハイライトだけで、本当に読むべきなもんだけで,あ<ー>でもう一つ一つのコメントは、ポッドキャストあなんか違うアウトレットで分けんか読むみたいな。はいはいはい、本編ともう一個。でっていそうそう,そうね。何が何<う>に,にみんなどうせ来てんでしょ<や>僕らじゃないんでしょ来て,来てるというか。 あ、ちょっと待って、違う違う違う。それもあるんだけど、それもあるとか言ったらあれなんだけど、まずコーナーのアイディアみたいなのをもらったのよ。<laughs> コーナーのアイディア。<え>パラシオスさんが、あのハッシュタグ、街で見つけた SFC 男、SFC 子みたいな投稿コーナー、ジャンクにありそうだし、いけるのではって書いてくれてんの。<laughs> ハッシュタグ、ラジオ屋さんごっこで。え、どういうこと街で見つけんのえっと、 つまり、まあ、町で見つけたっていうのは、まあ、一個の例えとして、あの、身の回りのってことじゃないあなたの周りの SFC っていうことそれ、上位そう、募集すんの。教えてもらうの。え、それ、最高え、やりたいよね、今、募集しよう。<れ>今、ここで、あの、募集してますっ,って言って、あの、バルニアレ、挟んで。何<れ>ジングル何何何。あ、分かった。じゃあ、募集してますあの S、SFC、SFC っぽい人が周りにいたら、 目お便り送ってください。あのあなたの周りの SFC あのお待ちしております。コーナー一個できたね嬉しい。え絶対いいよこれいいと思う。いるもんいくらでも。そう私実際 SFC じゃなくてもなんかそうそんな感じの人いるもんねぽい人。いるい,い,いる,い,るいっぱいいる。私みんなみんな不満持ってるはずだからすごくいい。 ちょうどいいだって僕らの人気は SFC のおかげって言っても過言でもないもそうだよ s f c ディスを毎回挟めっていうよくあの願望がある人もいるぐらいなんだから <laughs> <laughs> そうすごくいいよねあり,がたいありがとうございます採用ですねこれは間違いなく採用,、ね、採用ですよ超嬉しいなんかこれ映像ないから普通になんか <laughs> バルニーが手書き持って採用っていうボックスに入れてるイメージが超浮かぶ <laughs> 採用ボックスに入れる <laughs> 何方式それ採,採用と不採用のボックスがあってあ<ー>手紙一枚一枚読んで今あの採用ボックスに入れたイメージがすげーなるほどちょっとなんか古めかしいイメージだなそれはそそうそうへえーじゃ次,次,の次の手書きちょうだい次の手書き えとこれは鍵アカなんですけど、ななえさんっていう、まあ、先輩ですね、むさみの先輩。ラジ, <laughs> ラジオ屋さんここ、投稿水準に達しそうな不気味な男話ができた。面白く喋れるように遂行しとこう。すごくないこれも。つまりブラッシュアップしてあの投稿してくれるらしいんだ、メールを。いやね、これメールでるんだ多分ね。 これ、いや正直ね、そろそろゲスト入れよう。あ、そうだそうだ、入れなきゃいけないわ、ゲストは。え、来週入れないもう。来週えこの、何、イヤホンとマイクある人ね。うん、誰でも持ってるし。そう思ってるこれ。いやいやいや、僕、イヤホン、僕、マイクないよ。<あ>君だけだよプロの覚え。あ、マジあ、そんなことやってんの私だけマジそうだよ。え、待って、今更 <え>僕らさ通に携帯で携帯と Mac で録音してるだけだよ。あそ,っあそっか。えプロブッテンの君だけだからね。だニコ生詞を漂うもう生主集出してガチでやってた。え,ー、えおじゃあや普通に そうだよ普通に例えば坪内くんに電話して、うん、電話チお願いしたらまあ、うん、坪内くんと一緒に会う会ってやるのもあるし普通にあのお願いだからこれとこれ準備して録音してみたいな全然いけると思う、うん、あじゃあ行くかそれで行こうか来週しようよ来週、うん、そろそろやりたいもんそうだねじゃあちょっと言っとくわ来週できたら月来週じゃあ坪内が行く 第1ゲストになるべしだと思ううん私もそう思うさんざん言ってきたしうじゃあ坪内くんはいはい<イ>フ,フロムタイのほう息子、えー、むさびの後輩 <laughs> 坪内くんを呼ぼうと思いますはい採用採用ボックス採用ボックスはいボックスそうでさそうさっきの先輩の話に戻るけどさこうやってさその不気味な男不気味なデートもさ募集したらいいと思うのああ 男が不気味な男がメールすんのうん不気味な男がいたんですよっていう。ああ女性からの。女性からの。そう。でうちらがなーにーってやる。なーにーそやりたくない。れ超いい。超いいそれ。不気味な男がいたんですよー。なーにー やっなまっ,たなーって <laughs> そううちらが何すんのよえよく超楽しいよそれでそうそうでそのねメグさんいるじゃんいつもお便り送ってくれるメグさんう,んうんうんうんもうなんかその14回聞いてうちらのその,あの不気味な男話を聞いたら「私もマフラー渡されたことあるんだけど」って時代を超えた時代を超えたテンプレかって書いてくれてんのいや募集多いぜじゃあ募集2第2番い番 そう、第2弾。えっと、なんだあの、不気味な男、まあ、ね、女の子もいいよ。不気味な男、男性、女性、まあ、男性の方が多いだろうから、日本だそうだね。その、現れた不気味な男、不気味な女、募集してる。募集します。フォックスコちゃんとかいそうだよね。まあ、あ、変な人になんか、ね、当たックさせでも募集、<か>うんフォックスコちゃん、変な DM 超来てるでしょ。それちょうだい。<laughs> めぐみちゃんもめぐちゃんもあじゃあ僕の友達のめぐめ,ちゃんめぐみちゃんあの、うん、<laughs> あの <laughs> あのあなあのあの匿名で構わないのでぜひ送っていただきたいですぜひ送ってくださいはい,はい採用ボックスポンポン そんな感じですかねまあでもコメントうんそうそう,そういろいろなんか言及してくれる人が <laughs> 増えてねその聞いたよそ<う>そう聞いたよみたいな感覚ですごくみんなねハッシュタグつけてくれたりするのが嬉しくて嬉しくてもうそれ,それがあって嬉しいしあと仕事がなんか集中できなくなっちゃう暇さえあるとツイートデック開いて、うん、あのラジオ屋さんごっこのハッシュタグチェックしちゃう <laughs> あ普通になあの、英語さんの。そう、2日に一遍ぺんぐらいなんか更新されるから。あでも私もそのぐらいするかも。3日に一度、週に2回ぐらいににもっとしてるかも。結構する。いや、ありがたみだよね。んだから僕もそれを、それがうれ,うれしいから僕もちゃんとそうしようとしてんの。他のラジオに対してもね。あ他のラジオに対してもね。あ<う><う>あ、そうだ、ね。じゃこれでしめようか他の。他のラジオの、うん。 雑談みたいなそうだ何かのしシさんがやっと始めたじゃんそうしシさん抜け目さん聞いたえっとえ聞いた聞いたえっとね途中まで聞いた,聞いた途中までねちょっとっ最初の最初超不気味じゃないえ私最初の最初しか聞いてないかもだからマジ不気味なラジオとしか思えない、うん、不気味だよねすげえ失礼なこと言うと急げって思,う思わなかった <laughs> <laughs> いやなんかさ いや、急げっておも思った思った、第三、思ったよね <laughs>。3つ、三つぐらい見たかな。3つ。あ,あ、じゃや三つ目か4つ目ぐらいから、普通に楽しいの話し始めてる、ね。話が、話し始める。 いや、かっっったよて思ちょっと説明するとさ、目、ごめん目隠ししてんのよ、?3 人、3名、カギ子さんっていう方と。ウェブデザインをしてる人と、ぬけめさんってファッションデザイナーの方と、シシー・ヤマザキさんっていうアニメーターの人が3人で、ノートえっとラジオを配信、ネットラジオを配信してて、目隠しで、 はしゃべってんだよねそう3人が、えー、と会ってるんだけど実際に会って話してるんだけど3人と目隠ししてあのラジオのリスナーさんと同じ状況を作ってるんだってそのめ耳しか情報源がないような状態にしてるんだってなんだけどそう最初さ3人がさ目隠ししてる状態にさ戸惑いすぎてさ「え何これ何これ」これ <laughs> みたいな「思ったように話せないね」<laughs> みたいな <laughs> あの「なんか怖いんだけど」みたいななんかうまく話せないそそれがなんかみたいな <laughs> 20分くらい続くんだよ、ね、<laughs> そう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 えめっちゃ面白かった、ね、でもそこもいやなんかおすごいなんかね裏,裏がわかんのなんか1回目をわざとなんか配信しなくて1回目はきっと打ち合わせだったんだろうねあまあんなそうだけど、ね、プ,プレライスだって書いてある、ね、プレライスだ、ね、なんかそ,<う>それで決めたんだろうねあ目隠ししようみたいなでちゃんと面白くするために10分ぐらいのタイマーつけようみたいなルールつけたんだと思う2回目からそれをやったんだろうけど <laughs> そのルールが斬新すぎて <laughs>、しかも慣れてなさすぎて、<laughs> もうなんか、もう目隠しでもうび、なんか戸惑ってるし、ピピーって鳴るたびに、あとか言うんだよね。<laughs> お、終わっちゃったみたいな感じ <laughs> な<ん>の。<laughs> <laughs> おーおーみたいな。で、最後の方は全然それを無視して話してくれるから、それで全然嬉しいんだけど、リスナーさんとして。あ<ー>、ね、もっと聞きたいだもんね、普通にこっちから,したら。そうそう。でも最初の方、それをがっつり、あの、 ルールとして取り組んでるからあ終わったあ,<ー>あ終わりだねみたいなもっともっとそれが面白い、ね、くってなるそうそうそうあとなんか聞いたかぎっこさんの嫁さんが家帰ってくるとき聞いたえ聞いてないあなんか最後の最後に2.3か2.4のときに最後の最後かぎっこさんの嫁さんが、うん、嫁さんがなんか家に帰ってくるのそれで、うん、超普通の雑談が始まんのへ<ー>それがカットされるかぎっこさ,さんのお家でやってんだこのラジオは みたいね。みたいね。えー、でお邪魔しております。みたいな、なね、普通の川が始めるの。あ、久しぶりみたいな感じで。面白いやそれが絶対面白いのに、ピッて切られんのよ、ね。<ー>ええー、みたいな、ね。そこ切りたいんだけど、みたいな、ね。う<わ> <laughs> そうそうそう。へえ。ミクラジはちょっと止まっちゃったね。とっくりさんのああ、そうだ、今はちょっとまだ配信されてない。まあ、上京したから、忙しいんでしょうね。 でも残念がってるファン多いだろうな。ね、どんだけの人聞いてんだろうね。すっごく気になる、人数が。ああ、わかるもうさー。1000人,人単位か、そう。1 0単位か、すごい気になる。そう。なんかその回によってばらつきがあるのか、それとも毎回この、その何百、何千人が聞くのか、とか、ね。教えてほしい。気になる。うん。でもなんか、そんなにコアなファンな方じゃないけど、うん、最後の方聞いてる中、とっくりさんがすごくなんか、 ニクラジへの愛を、愛っていうか、熱を語るっていうか、まあ普通に、いや、なんか用事が2つあるとしたら、ニクラジの方が先にしてたもんだし、<ー>ニクラジの入選とかやってたから、正直すごくびっくりで、うん、あの、状況を知ってからニクラジをちょっと。あー、止めちゃってることがうんう。そう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 。止めるんだと思って、ちょっと意外。じゃよりい心配だね、じゃあ。 もっと心配じゃない、ねうん、休憩してのポコラジ出てるしね。あ,あ、そうだね。ポコラジ出てたね。<laughs> 最高じゃなかった。謎すぎるす。ね、だけどさいや、僕ちゃんとまだ聞けてないの。いや、ニクラジファンからしたらさ、結構悲しいよね。ポコラジでね。いや、それ、それ、たぶんね。それ。いや、だ,だから言、うん、ったの、面白みろに生かせるかなって言ったら、すごいディスられたんでしょ、僕あ。ディスられたっていうか、あ、まあまあそうだね。つーちゃんのコメント読まれて、で、トマドさんと、あの、 ティアマさんが「いやいやいや」みたいな生かすとかじゃねえし」みたいな,なんか感じで言ってて <laughs> で、まあ、それはそのまま進んだんだけどで一番最後にあ「じゃあこんな感じで」みたいな「終わりです」みたいになった時に「あの生かせるかな」とか言ってたやつ絶対聞いてねえだろうとか言,<笑><笑>あの言われてたす <laughs> ーちゃん。<laughs> けるける超正論 <laughs> いやめっちゃ正論だし多分実際その時聞いてなかったもんね。 仕事だもんいや,んいや正直全然聞きたいんだけど聞けないよね仕事で<ー>とっくりさんとっくりさんのラジオ聞いて聞いて仕事してるやついたらすごいわ確かにねでもそうだよね集中できないよねできねえよもう集中しちゃうほんとスクショとかしたもん私パソコンの前に普通に座ってねじっくりじっくり聞いて <laughs> でその,その収録にいた人2人、うん、2> あ夏代ちゃん夏代ちゃんいる人いたの うん、いたのんでもやっぱ素晴らしかったといい人過ぎた,たえー、そうなんやて,てかでも待ってごめんその状況が超うらやましいしまずとっくりさんにもお会いしたいけど夏代さんにもすっごく会ってみたいいや僕夏代ちゃんクソ会いたいなんか本当にさ賢さにあふれてんのツイート大ファン大好きマジそれ なんかささそのさ中国のさ情報とかもさもっとくれって思うしすかるすごく,かすごくなんかべきだよそう教科書に,になってるなんて言うんだろうそのすごい情報源になってる夏代さんが大きなわかる夏代さんのユーザーネーム教えよっかうん、うん、わかるかな「陳章夏,夏代」「陳章夏代」「@」でえっと陳章は CHINSHO SHO を、えっ、ー、と、夏よは夏よで、NATSUYO、新章<で>夏代さん。正直僕は中国人なんだっけ分、えー、かんない。でも日本にもそう、日本にも相当詳しいからさ。連載が始まったのはてて、アィアで連載始まりました。中国のリアルな生活上をお届けするトレンドチャイナ。そうで、連載読んだ中、あのー、 びっくりしたのが大学から日本なんだって。えまじそれまで住んでないの？びっくりして、<え>間違ってるのハーフなのかな？わかんないんだけど。ハーフだって書いてある。日本と中中国2つ祖国<ー>祖国を持ち。だからか。言葉と枠グランド地図に操る。司会通すごい司会通訳イベント会社広告代理店を経て現在は東京で活動。いや、かっこよすぎマジで。何歳なんだろう。本当かっこいい。 で、夏代さんがよくやることがとにかく SNS を使いまくってる人なのねうんうんうんでインスタとかもフォローしてる人数が恐ろしくて6,000人だっけでしかも6,000人をなんかちゃんと見てるのかすごい、ね、アンテナがそうなんかさ私無理なんだけどそんなにいっぱいフォローしたらいやマジでそれでそれが仕事なんだろう、ね、であまあねそうだね ツイッターでおすすめインスタアカウントを見た発表してたの。たたなんか私は6000人フォローイングしてるから、ちょっといろんな部門でランキングあのしますみたいなで。で、いろんなランキングがあるんだよね。そうそうそう。例えば、えでも一番,なん一番びっくりしたのは石油王、石油王部門。あ石油王部門とか、あとファッションとか、中国ファッションとか、いろいろあるんだけど。で で、でああの、あのランキングは何ランキングって書いてあるあのランキングはちょっと待ってね。あのランキングはですね、<laughs> やばいよ。日本新進気鋭のクリエイティブアカウント。うわ、もうもうもう名前だけで勃起するわ。やばないこれ。言われたら死んでいいんだけど。ほんとに。その中に4人いるんだよね。そう、その中に4人いるんですが。で、そのうちの1人が聖保さんね。聖保さん。 音楽家のミュージシャン。SEIHO。音楽が素晴らしいので、聴くべきです。はい、聴くべきです。で、もう一人が、あの、とっくりさん。我らがとっくりさん。我が大好きなとっくりさんですね。まあ、当たり前だよね。そう、当たり前だよ。当たり前で、3人目がしし山崎さん。ししさんもほとんど我らの。 そう私たち大好きだシシさん大好きなシシさんはいシシさんも相手もう本当会ってみたい日本海に行って相手でシシさんもあのまあ当たり前だよねはいそうねでえっ第四人目誰え誰誰誰ちょっと待って信じられない誰誰誰 T 谷本さん 俺やで嘘でしょ俺やでつーちゃんなのいやびっくりしたよね。僕本当になんか夜中か朝か超なんか風でスクロールしてたの。で、うん、夏代さんのコンテンツを超ピュアに楽しんでたの。うわクソ面白いことしてるやんみたいな。いや私もこれすごく楽しかった、うん、でさ何のさ期待もしないじゃん。そんな 確かに。すごい人がもう、並んでんだからさ。だってさ、キャバジオ部門とかさ、そのドラッグクイーン部門とかなんだよ。だって部門も。ああ、そうそう。だからさ、関係ないことじゃん、ほぼほぼ自分には。そう。だから、自分が入るわけもないから、そう、自分が入ってるかなとか、楽しみもないの。その、普通にコンテンツを楽しんだよ中で、スクロールしてたら、あ、シスさんあるんだ、みたいな。でしかもあれね、わかんないの、あの、 プレビュー、画像のプレビューがスクリーンショット4枚ずつ毎回、あの、並んであの、流してんだけど、プレビューがなんか、真ん中のプレビューしか見せないから誰かよくわ分かんなくて、で、こうやって回すじゃん、あの、回すっていうかスワイプするじゃん。それでさ、僕の顔が出てさ、ひゃーみたいな。ええみたいな。もう、飛び抜きそうになった。わ うん、写生しためちゃめちゃ嬉しかっただろうなと思って見ていた妊娠する機能がなくてもや,やばい, <laughs> いやわびっくりしたいやありがたみ<っ>そんなそんな感じに見てくれてんだって思って頑張んなきゃじゃんつーちゃんこれからもいや僕もうこれから何すればいいか,かインスタねもうなんかインスタいいけどインスタにはもうインスタで じゃあなんか成り立たないものがあるから、<ー> YouTube か何かみたいなのやって言うんだっけいやでもやっぱさっきの、あの、豆腐さんアルバム1枚、あの、<laughs> TikTok 風、<laughs> TikTok 風。そうだ。それ、それ何回かもう、あの、リマインダーして忘れちゃいそう。これやった、これやったって毎回言うわ。<laughs> いやマジ嬉しかった、ね、あれは千代さん,<や>代さんみんなフォローしてあげてください全員全員するべき本当にお勉,強<ー>勉強になる 2> 2> 勉強になるしすごく楽しいセンスもいいししかも問題提起もするからすごくなん考えるんいやもうしかもね日本のね日本の悪さも全部あの覆すっていうかもうその日本の政治的なところも全部ちゃんと言えうと。 だしそうそうねあのちゃんと何ていうの概念アイデオロギーが強い子だったし日本とか中国とかのよ日本中国欧米の良さを全部ねねそう良さも悪さも両方提示していてだからもう,最<高>そうだから何にも考えないで生きてる人はもう絶対読まなきゃいけない<ー>と思う <laughs> 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 と思うよ本当に。 いや夏代さんもいつかゲストに誘いたい、ね、うん、本当にこんな私たちともしおしゃべりしてくれるならって感じ。もうすごく、ははーって感じよ。今は。ね、今の段階だと。 よろしくお願いいたしますお願いいたしますじゃまあふつーちゃんが嬉しいって話で今回は締めでいいんじゃないですかね締めですねこれで素敵な一回もうこれで来いいぜいいぜうんうんいい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 ぜ第13回よりは全然いいよ全然いいよいい波乗ってるしこんな感じだったそうよいい波乗ってるねいい波乗ってるね隣のあなたもいい波乗ってるねすかさもバルにもいい波乗ってるねいい波乗ってるね バイはいおやすみなさいおやすみなさいバイ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 ヤっホーヤホーつかさだよこのラジオではメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはラジオ屋さんごっこ LADIOYASANGOKKO.gmail.com ですまたね